は今日の姉妹おはようございます、えー、使徒の働き今日は十二回目ということですけれども十二、えー、章まで進んで、えー、まいりました、えー、お手元に、えー、今日の資料のプリントを、えー、お渡ししてあるかと思いますけれども一番左側のところに一、えー、章の、えー、最初の学びの時に聖、えー、霊が下るれた時その人たちが力を受けて キリストの承認となっているエルサレムからユダヤ・サマリアの全土及び地の果てにまでという言葉が一章八節で語られていたわけですが今日はその地の果てにまでというその種の御言葉がいよいよ実現していく前段階の12章というところまで進んできています。エルサレム教会を中心とした 聖霊が下った後、教会が豊かに立て上げられ、多くの人々が加えられてきた、また、ステパノの殉教のことをきっかけとして、エルサレム教会に迫害が起こり、そこから人々が散らされながら、御言葉を述べ伝え続け、そして、教会が広がり続けてきているというのが現、現在の状況です。いよいよよ次回の13章になりますと、アアンテオキアから、 ババルナととパウロが電動旅行ににわされてていいくという段階に入ってきますで今日は「人、えー、たちとヘロデ」というテーマで12章を中心に考えていきたいわけなんですけれどもき、えーまあ、今日の全体の中でこのヘロデという人物が一つのまあ役割を果たしている役割を果たしているというのは、えー、もうヘロデ家そのものが本当に神に敵対する えー、家系というか、えー、まさにそのような、えー、家系にあるわけですけれども今日の十二章に登場するヘルデア・グリッパ一世もまさにそのううような人物であったわけですが、えー、主はそのような、えー、主に敵対するものもちろんそれは王であったりあるいは一地域の国主領主であったりさまざまなその権威の違いはあるにしても上に立つ人々を 神は意図的にそれを立てておられるということと、神ご自身のご計画が実現し、前進するために、神はそのような人々をも、ある人々は神に敵対するような人々をも、神のそのお心のままに立ててお持ちになるということもあると思います。まあ、今日もそのののような一つの例がですね十二章の中に ああるるととといいうことを私たちは前もってて踏ままえておく必要があると思います教会に対してさまざまな迫害がずっとこの人の働き続いてきています。そんな迫害が起こることはこれはイエス様ご維新がすでに語っておられたこと。世にあってあなた方は困難がある。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝っている。人々があなたを憎む時私を先に憎んだことを 覚えておきなさい。と言われた、まさに主のお言葉一つ一つが実現してきている、具体的にその教会を通して実現してきているのが、この主徒の働きの記録であるわけです。そのような意味で、教会に対して迫害が起こる、これはもちろん喜ばしいことではないかもしれませんが、えー、主がかつて語っておられたことは真実であった。人が主に対して経験に生きようとするならば、 必ず迫害があるという主の前もって語られたご警告は本当にその通りである。しかも主はそのことを警告しておられただけではなくて共にいて働き人たちのあるいは教会の技を豊かに祝福しお持ちになりご栄光を表し今日の箇所を通しても語られている通り教会はますます発展して成長していくそのような ステップのために、主はあえてそのような迫害をもお持ちになる、ということが言えると思います。私は平和をもたらすために来たと思ってはならない、むしろ剣である。その家族の中でも、その家族の中で仲違いが起きることさえあると、主は語られました。真理が語られるときに、聖なる神御一神の主権が表されるときに、必ずそれを受け入れる人々と、 肉によって、罪によって、それに敵対する人々の対立が起こる。これはもう常です。現代においてももちろんそうです。しかし、主は、ご自身の控えのもとに来るものをよく知っておられ、また待っていてくださる。そして、闇の中にある者たちの、その闇を必ず主は時き至って明るみに出し、公正な裁きをなさる方でもある。そのことも今日は覚えることができるのではないかと思います。 さてこのヘロデ家という家系についてですね初めにえ一つ触れておく必要があるかなと思いますこのヘロデ家の系図を今日も資料の右上のところに挙げておきましたが聖書の中にまあ登場するヘロデ王と呼ばれる人物がまあ主にまあ4名いますえ1人目がヘロデ大王と呼ばれるえ人物ですこの人物は、 まあ今日のプリントにもありますけれども、あのイエス様が別例不でお生まれになったときに、東方の博士たちがやってきて、このイスラエルの王として、ユダヤの王としてお生まれになった方がいる、私たちはその方の星を見たので来ました、拝みに来ました、どこにおいでですかと、よりによってヘロデ大王のもとに訪ねに来たのです。当然ヘロデ大王は 自分自身の王位を伺うかがう者として、その幼子を抹殺しなければならないという行動に出ました。マタイの福音書にもそのことが書かれており、そして、非常にこの王は、再下心が強く、辺り一辺の周囲の2歳以下の男の子を殺害しただけでなく、後に自らのその王位を狙う家族さえも殺害していく。 というようよな人物でもありましたしかしこのヘロデ大王という人はさまざまな才能にも長けていた人物でありあのヘロデ神殿です、ね、を改築そして再建した人物でもありました非常に大きな拡張工事をなし何十年もかかってその改築をなしていったイエス様が 最初の宮清めの時にこの神殿を壊してみなさい私はそれを3日で建てようと言われた記事が載っていますがもうその時点で46年かかってまだ工事中というそんな状況にあったしかしイエス様はそれを3日で建てようと言われたご自身の体の神殿その復活のことを指して言われたのですがまさにそのような神殿でした。主がやがやて もう一度こらえるというその世の終わりについて語られた時も弟子たちはその光り輝く神殿を見ながらあなんとすごい建物だろうというふうに圧倒されていたのですしかし主はこの神殿の石が一つも他の石の上に積まれたままと残ることがない日が必ずやってくると語られやがてこの神殿は AD70 年にローマ軍によって崩壊していく。 とということになるわけです現代もそのわずかな部分が残されていますけれどもその大神殿を建て上げ拡張したのがこのヘロデ大王でしたそのような再起を持ち合わせた人物でもありましたユダヤ人たちの関心を買おうとしてそんなことを成していった人であったわけです さて聖書の福音書の中に、えー、ヘロデ・アンティパスという王が出てきます。えー、今日の経図でいきますと、このヘロデ大王の息子にあたるのですが、これ見ると息子がいっぱいいるというのがわかると思います。もう妃が何人もいて、えー、その一段下の息子たちが何人もいますので、えー、その中の一人がこのヘロデ・アンティパスという人物です。 このヘロディアンティパスが、まあ、有名なのはあのバフテスマのヨハネを殺害した人物ということです彼は、えー、国王ではなくガリラヤあるいはペレア地方の領主という立場を与えられていました彼の妻はヘロディアといってですねもう旧約のイゼベルか新約のヘロディアかという,もう悪女の代表のようなそのような 女性を妻としていたわけですがその妻としたヘロディアもこの経図をご覧いただけばお分かりになりますとおり元はその兄弟アンテバスの兄弟ヘロディア・ピリポの妻であったわけですその兄弟の妻を自分の妻として奪い取ったというのがこのヘロディアンテパバスでしたそのことをバフテスマのヨハネに指摘されたということからヨハネには興味があったけれども まあ、ローにつないでそして、えー、その、まあ、娘のサロメが踊りを踊ったというその祝いの席で何でも欲しいものをやるぞというふうに大、えー、言総合したのがあだとなってヘロディアのその裏、えーまあ、ジエというんでしょうかそこからバフテスマリオハネの首をはねなければならないということになったわけです。これが ヘロデ・アンティパスという福音書に登場する人物です今日の使徒の働き十二章に登場するのがヘロデ・アグリッパ一世ですヘロデ・アグリッパ一世はこのケースでもずっと見ていただきますけれども大王の孫に当たりますこのヘロデ・アグリッパ一世は 今日これから共に学びます使徒ヤコブを殺害するそのような人物となりましたローマに認められてユダヤ地方の統治者として治めていた人物ですけれどもユダヤ人たちの関心を買おうとしたということがこの殺害の動機となっていましたもう自らの利得のためであればもう人の命も何とも思わないというのが まさにこのヘロデアグリッパ一世もうヘロデ家の血筋そのものがもうそのような血筋でまさに血塗られているという感じがします。ヘロデ大王はイエス様がお生まれになった時にエルサレム周辺の幼子たちを殺害しアンティパスはバフテスマンのヨハネを殺害しそしてこのヘグリアグリッパ1世は首とヤコブを殺害するというふうにまさに本当にこの人の命を 命とも思わないそしてことごとく主ご自身に敵対するそのような家系でありましたもうこのヘロデカというのはいわゆるイドマヤ人という血統ですイドマヤ人というのは旧約の血統で言うとエサウの流れですねエドムがイドマヤとなるわけですこのイスラエルに敵対した家系であったということがわかります そしてこの使徒の働きにもう一人登場するのがヘロデ・アグリッパ2世です。この人は大王のひ孫にあたるわけですけれども首都の,の26章でパオロの弁明を聞いた領主でありました、まあ、そのようなこのヘロデ家特にこの4人の王が代々神ご自身に敵対する立場をずっとまあ役割として演じてきている。 とということがわかりますしかしその時その時そのことが神ご自身のご計画が一つ一つ進められていくまた、えー、ある意味でこうくさびを打つような部分にこの人物が置かれていることもわかると思います。もう私たちはそのように神に敵対する人物であったとしてもそれをも主は用いてご自身の計画を余すところなく 勧められる方である。またそのことを覚えていきたいと思います。では、使徒の十二章を早速開いて一節から最初五節のところをお読みしていきたいと思います。新約の二百五十七ページになります。使徒の働き十二章一節から五節までお読みします。 その頃ヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したそれがユダヤ人に喜ばれたのを見てさらにペテロも捕らえにかかったそれは種なしパンの祭りの時期でもあったヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたぎ越し杉越の祭りの後に 彼を民衆の前に引きずり、引き出すつもりでいたのである。こうしてペテロは、牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。さて、ここで、ヘロデによる迫害、特に使徒ヤコブの殺害とペテロの投獄のことが書かれていました。このヘロデアグリッパ一世は、この教会を迫害することによって、 その教会を認めようとしないユダヤ人たち、特にその指導者たちの機嫌を取ろうと、この使徒ヤコブを剣で殺したとあります。斬首したわけです。さまざ、あ、まなローマ時代には、その殺害方法がありました。ユダヤではもちろん、石打ちともありましたし、ローマではもう火あぶりのようなですね、本当に恐ろしい、そのような処刑も なされていましたしかしこのヤコブの場合は斬首まさに首を切り落とすという形で殺害されていったわけなんですがこのヤコブが殉教していったということはイエス様ご自身が前もって語っておられたことでもありました。使徒ヤコブの殉教マタイの福音書の記事に「 ヤコブとヨハネあるいはその母がイエス様のもとに来て「あなたが天の見くらいに疲れる時私たちをあなたの右と左の座に座らせてください」と彼ら自身も懇願しその母親もそのイエス様の前に出てそれを願ったという記事がありましたその時にイエス様は尋ねられましたあなた方は 自分分が何を求めてていいるか分かっていないのです私が飲もうとしている杯を飲むことができますかこれはイエス様はこれから受ける十字架の見苦しみのことを指して言っていたのですが彼らはできますと言ったのです、まあ、どこまで意味が分かっているかは不明ですしかし彼らはできますと宣言したのですその時イエス様はあなた方は私の杯を 飲むことになりますとそこで言われたのですつまり私の名のためにあなた方も大きな苦しみを受けることになりますという主御自身がすでにこれから何が起こるかを知っておられてそのことを前もって語られたこの私の杯主御自身が十字架で命をお捨てになるのと同じようなまさにその痛み苦しみを あなた方も経験するその主が語られた通りにヤコブはここで殉教していますイエス様の十字架が AD33 年とするならばこの、えー、バフテスメオハネの殉教おそらく AD44 年わずか10年ちょっとぐらいでこの使徒ヤコブの首としての証しが幕を閉じていく、まあ、ヤコブはいつ自分がどのような形で死ぬかはもちろん 人間ですから分からりませんしかし主はこの時にそのク部を通して一つのことをこれからなさっていくというこの主の働きがますます広がっていく一つのまた火が金ともなる出来事をあえて許されたということでしたそしてヘロではペテルをも殺害しようとして捉えたのですがペテロに関しては 神ご自身のご計画が別のところに見心があったためにこの後ペテロは救出されることになりますこのヤコブが殉教したタイミングというのがプリントにも書きましたが3節に種なしパンの祭りの時期とありそしてヘロでは杉越の祭りが終わった後ペテロを引き出して民衆の前で殺害しようと考えていた。 ということがあえて繰り返し書かれているいるととうことからこの種なしパンの祭りまあ杉越の祭りから続く7日間ですけれどもこの辺はもう一体と考えていいと思いますがこの時期というのはもちろんイエス様ご自身の十字架とぴったり重なる時期であります。ルカがあえてここでこのことに繰り返し触れているのはイエス様ご自身がその時にまさに 十字架にかけられご自身の命をお捨てになられたのと同じ時にこの使とヤコブの殉教が起こっているイエス様が死からよみがえられて復活されたご自身を使徒たちの前に表されそして平安があるようにと言われた主ご自身のその復活の命を彼らにも与えることを保証されたのが主の復活その宮座でした ですからこの使徒ヤコブが、殉教はしましたけれども、宗吾自身の復活に必ず預かる、その勝利への道であるということを、ここでルカは杏に、その時期に触れることを通して、明かししているのではないかなと感じます。プリントの方には、ヤコブの殉教は敗北ではなく、復活の命の勝利への実は道であった。 そのこととを覚えたいと思い思ますしまたこのペトロに関しては一人一人の主のお取り扱いが皆違う神ご自身のご計画はそれぞれのうちにあるということも私たちは覚えることができると思います。人と比較してあの人はどうかなあの人に比べて自分はどうかなというふうに私たちは一喜一憂しやすいものですがしかし私たちそれぞれに対する 主のご計画はみな違います私たちが救いに導かれるための主のご計画もそれぞれであったように主のものとして歩む私たちの証も主の御手の中にあり主のご計画の中にありそれぞれに主は見心を持っておられるこの教会というものが私たちの体の器官によく例えられています本体は教会であり まさにそれを表すのが私たちの体の器官であると思いますがこの私の体の器官もそれぞれがそれぞれの役割を持ちそしてお互いにつながり合って私という命が保たれ続けているようにこのキリストの体教会というものがまさに有機的な兄弟姉妹の交わりを通してつながり合う中でそれぞれの臓器がそれぞれの器官の役割を果たしながらその命全体を 育むその成長のために役立っているそのようにして主はそれぞれに必要な役割を与えまた計画を持っておられるそのことがこのヤコブの殺害とペテロの投獄そしてこの後のペテロの解放ということを通して私たちが知ることはできるのではないでしょうかさて先ほどありました通り教会は五節で 彼のためにつまり、ペテロのために熱心に祈り続けていたことが分かります。もちろん、ペテロがヤコボのように続けて殺害されないように、牢に投獄されているけれども解放されるようにということを、教会は祈り続けていたことでしょう。教会全体が、その中心的な働きをなす器であるペテロのために取り出している。 という記事がここに出てきますテサロニケの手紙を見ますと使徒パウロ及び何名かのクリスチャンたちが教会のために祈っているということが書かれていますここでは第一テサロニケの三章実節のお言葉を味わいたいと思いますけれども今スクリーンに出していますが私たちはあなた方の顔を見て あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。まあ、このことを記しているのは、このテソロニケの手紙の著者であるパウロ、シラス、そしてテモテが連名で、私たちはあなた方のために夜昼熱心に祈っていると書いています。使徒及び共に働くその兄弟たちが、 ある教会のことを覚えて熱心に祈る。また、今日の場面では、教会全体が働き人のことを覚えて熱心に祈る。まさに祈りのネットワークというのは、その一人の人物が全体のために、全体が一人の人物のために、まさに取りなし続けている。これが主にある幸いなる霊的な交わりです。そこに主の身腕が動き、 そこに主の御栄光が表されていく。これがこの幸いなる祈りを通しての交わりとなっていきます。特にそれぞれの場面で熱心に祈るという言葉が出てきました。パウロたちがテサロニケの教会のことを覚え続けていたのは夜昼。まあ夜、夜昼という場は最低一日二回。まあ、そういう意味ではなくて、もう絶えずという意味だ。 ここにはありますその兄弟姉妹のことを覚えたならばもう祈らずにはおられないというようなそのような愛による思いでパウロたちは祈っていた特にこのテサロニケという地が迫害が本当に激しい地域であったことをもうその宣教で教会を立て上げてきたすぐあとでこの手紙をパウロたちは書いていますからまさにもう今リアルタイムで起こっている現状を踏まえながら祈っている。 そのような祈りであるわけですですから彼らはまさに熱心に祈り続けていたのでした。教会もヤコブが殺害され今度はペテロが捕らえられたペテロはいつくヤコブのように殺害されるかわからないというまさにそのような今まさに起きていることに対する祈りですから本当に熱心に祈り続けたに違いありません。 さてこの教会の熱心の熱心な祈りということを覚えたいと思いますけれどもここにエルサレムの地図を出しましたこの時ペテロが捉えられていた牢はおそらくこのアントニア要塞にあったのではないかと考えることができますそしてこの教会が熱心に祈っていたのが12節を見ますと マママルコと呼ばれていいるヨハネののの母リリアア家家、まあ、大変長いでですすけどもマリアの家ですこのマリアの名前しか出てこないところからマリアはヤモメになっていたのではないかと考えられしかし女中がいるということから考えるとヤモメではありますけれどもある程度裕福なそのような家であったのではないかと 察することができますかつ教会がその家に集まって多くの人々が集まって祈ることができるような場所であったということからある程度の広さがあったのではないかと考えることもできますまあ、このマリアの家がまあ、ヨハネマルコの母マリアの家が教会として開放されそこで祈りがなされていた人々が集まると言ったらここ ですからペテロも投獄されましたけれどもそこから解放されて真っ先に駆けつけたのがこのヨハネママルコのの母マリアの家でありました。まあ、ある仲介書によりますとこの家があの最後の晩餐の家であったのではないかあるいは十字架後弟子たちがいた場所ではないかそして精霊が 下ったたもこここにいいいのではないかということうがあります特に2階とか上の部屋とか、まあ、そのような言い方が出てくる繰り返し出てくるそのような共通点からここであったのではないかと考える人もいます。ですからペテルはここから,ここから解放されて真っ先にこのように駆けつけていった。 のでではないかとと考えることができますそのような形でこの教会全体にその過程を解放するという幸いの働きをこのマリアは行っていました。そしてあえてここで「ヨハネ・マルコの母マリア」と書いているところから実はこのあとこのヨハネ・マルコという人物が一つの役割を果たす人物となっていくことがこの使徒の12章から 知ることができますますた後で触れたいと思いますがそのようにして神ご自身のその教会が集まる場所を提供するそのような幸いなるその姉妹たちの働きがあったことが分かります。首の18章に行きますと家庭を解放したアキラととプリスキラという夫婦がやはり出てきますまた後でその時の学びでは詳しく触れることになると思いますけれども。 その家を解放した幸いな働きをしていた。そのような夫婦でした。パウロやあるいはアポロなどという人たち伝道者たちを受け入れて。そしてさまざまな形で仕えていった。そのような家庭がやはり人の働きの中にも登場します。主はそのような形で、その家庭を解放する。働きを本当に祝福される。主ご自身です。ですから、以前。 教会といえばいわゆる家の教会というようにその過程を解放したところに人々が集まってそしてそこで教えがなされ祈りがなされパン先がなされていたそれがまさにその初大教会のあり方でもありましたプリントの方にはポイントとして教会はことが起こることを案じ祈るペテロに関してですそしてもしそのことが起こるなら即刻一致して祈っていた とということがわかります何かまさに今祈らなければならないことがリアルタイムで起きている、まあ、現在は、えー、メールとかさまざまな方法で SNS を通してそういうような情報がまあ伝えられ拡散しそのことを本当に祈りの必要なまあ課題を広めるツールとして有効活用 することとできれれば本当に幸いだと思いだ思ますけれどもこの当時はまさにこの狭いエルサレムという街の中でありましたけれどもそのことが起きた時にこの教会が一致してペテロ解放のためにその救いのために祈っていたそのことを私は知る時に直接ペテロを解放するために直訴することもできないですし関わることはこれは困難でした。ししかし 群れが一つ心となって祈るこれが実は最善の方法であったということがこの後の展開から見ることができますそれでは六節以降ペテロの解放のところに行きたいと思います六節からお読みしますヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間で眠っていた 戸口ではたたちが牢を監視していたすると見よ「主の使いがそばに立ち牢の中を光が照らした」「見使いはペテロの脇腹を突いて彼を起こし急いで立ち上がりなさい」と言ったすると鎖が彼の手から外れ落ちた「見使いは彼に言った帯を締めて履物を履きなさい」「ペテロがその通りにすると見使いはまた言った上着を着て私についてきなさい」そこでペテロは外に出て見使いについていった。 彼には見つかいがしていることが現実とは思えず幻を見ているのだと思っていた彼らが第一第二の栄章を通り町に通じる鉄の門まで来ると門が一人でに開いた一人でに開いた彼らは外に出て一つの通りを進んでいったするとすぐに見つかいは彼から離れたその時ペテロは我に返っていった今本当のことが分かった 主が密会を使わしてヘロデの手からまたユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだそれが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったそこには多くの人々が集まって祈っていた彼が門の戸を叩くと,ロ,ダというロデという名の召使いが応対に出てきたそしてペテロの声だと分かると喜びのあまり門も開けずに奥に駆け込み ペテロが門の前に立っていることを知らせた人々は彼女に「あなたは気が変になっている」と言ったが彼女は「本当だ」と言い張ったそれで彼らは「それはペテロの見つかりだ」と言っただがペテロは門を叩き続けていた彼らが開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたペテロは静かにするように手で彼らを制してから主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明し ここのとととをヤコブと兄弟たたちに知らせてくださいと言ったそしてそこを出て他の場所へ行った朝になるとペテロはどうなったのかと兵士たちの間で大変な騒ぎになったヘロデはペテロを探したが見つからないので坂兵たちを取り調べ彼らを処刑するように命じたそしてユダヤからカイサリアに下っていきそこに滞在した まあ一例の出来事を一気にお読みしましたけれども、このペテロの解放のところから教えられることがいくつかあります。このペテロの解放に関しては、もうこのローマのこの兵士についてですね、もう完璧と思えるような監視がなされていました。4人1組の兵士4組が交代交代でその牢を監視していたのです。節ではさらにに詳細に 2人の兵士がそのペテロの両側で鎖をこうペテロと共につなぐ形で牢の中で監視をしていましたそして他の2人が戸口ではまた牢を監視していましたこれで4人組ですこの4人が1組となってそして他にもそのグループが3つあってそれが交代交代にペテロを監視しているもう絶対に もう脱獄不可能という状況の中でペテロはつながれていたのですペテロは当然ヤコブが殉教したことを知っていました次に捉えられたペテロはあ次は自分の番だなというふうに思っていたと思いますしかしペテロがしていたのはその兵士たちの間で 眠っていたたのでした6節のところで2人の兵士の間で眠っていたこれもしかすると殺害される前夜というタイミングですその状況でペテロは眠っていた7節で主の使いの光がろうを照らしたものすごく明るくなったのですしかしペテロは目を覚ましません それでも目を覚まさないので、光遣いがペテロの脇腹を突いたというんですね。なんで突いたか分かりませんが、おい、起きろということで、突いて、ようやくペテロは目を覚ましたのです。しかし、朦朧としている状態です。その後密会がもうこと、光遣いが事細かに、もう、はい、立ち上がりなさい、帯を締めなさい、靴を履きなさい、上着を着なさい、ついてきなさいとですね、逐一指示を出して。 でやっとペテルはその言われる通りこり幻を見ているような何かこう朦朧としたような状態でこの光替えと共に行動していったもう外に出て行って光替えが離れた時にようやくペテルは「あ本当のことが分かった」と言ってこう覚醒しているのが分かりますこのペテルが持っていた平安って一体何なんだろうかと思いますが まさにこれはイエス様ご自身が「私の平安は世が与えるのと同じようには与えない」と言われたまさにこの主しかお与えになることができない平安の中でペテロはその牢獄にいたのではないでしょうかペテロが豊かに御霊を頂いた,だいたそのことを通して初めてこのいただいた平安これは 世の中が与える条件付けな平安ではありませんでした世の中が与える条件付けな平安であれば絶対にこの状況不安になるはずですもう恐れが支配してもう一睡もできないもうガタガタ震えて次は自分が殺されるんだということでですねもう絶対に緊張に緊張を重ねていたと思いますがペテロはなんと眠って いたのですペテロはヤコブが得たあの永遠の命を自分自身もこのあと得るのかもしれないまさにイエス様ご自身とずっと生活して主のメッセージを聞き続けそれを思い起こしながらもうこのペテロ自身は主にある平安の中で満たされて休んでいたのではないでしょうか。まさににこのの復活の命に 約束に基づかななければこのの平安とといいいうのはありえ思います、まあ、私たちはこのような記事を見ると自分には到底そういうことできないなというふうに感じてしまうのですが主はそのようにまさにその「殉教」という神御神の御栄光のために人がその命を奪われるかどうかというそのようなことに人が望んだ時にときに その時に与えられる力その時のために取っておかれる平安そのようなものがあるさまざまなクリスチャンたちのその純教のエピソードを耳にする時にまさに主はそのようにしてその時に必要な力を備えておられる語るべき言葉も私は必ず与える主はそのようにして 主にある者たちを必ず支えてくださるということを私は多くの例を通して聞くことができます主は共におられて私たちを守り導くお方ですこれからも困難な時代が来るかもしれませんけれども私はいつも主にあって主の約束に基づいたこの平安の中に、えー 歩むこととがでできたら幸いいあると思いますさて主はこの教会が一致した祈りの中にあってこのペテロの解放が起こるというふうに導いてくださいましたペテロが築いたのは11節主が密会を遣わし私を救い出してくださった この不思議な出来事は主が成したことであるということをペテロは確信したのですその時にこれは偶然起こった出来事ではない主の計画であるそしてペテロは教会が祈っていることを見てはいなかったかもしれませんがペテロが確信したのはまず群れのところに出向くことでした 兄弟姉妹が集まっているこの家に直行したのです。それこそ私たちが霊的な意味で本当に家族と共にいる場所である。そこをペテロは真っ先に覚えてそこに直行したのでした。そして、この教会の祈りに主が答えて何をしてくださったかを17節で 主がどのようにして自分を牢から救い出してくださったかを彼らに説明したとあります。非常に危険な状況でしたから、ペテロは静かにするように彼らを制して、まあ、聞いてくださいということですね。主が何をしてくださったか説明しますということです。そのようにして、この教会全体に対して主がしてくださったことを証し,しました。それは熱心に祈り続けていた。 その教会に対するどれほど大きな励ましとなったでしょうかああ私たちの祈りに主は応えてくださってペテロを解放してくださったまあ、しかし14節から16節のこの辺のいきさつは、まあ、教会の陥りやすい弱さもよく表していると思います私は熱心に祈ります その祈りの答えがいつ出るかは主の手の中にあることを知って祈りますまさかこのタイミングでこんなに早く主が答えてくださるとは誰も思っていませんでしたですからこの女中のロデがペトロがいると言っても誰も信じませんこの15節で人々は彼女に あなたは気が変になっている <laughs> と言っている。そして本当にペテロです。ペテロの声ですと言っても、それはペテロの見つかだというふうに言っていたというのです。まあ、私は主の前における祈りとして、主は必ず祈りを聞いておられるということをいつも覚え、その祈りの答えはいつかは主の手の中にありますけれども、主は必要であれば、 まさに即刻祈りを聞いてことをなすことのできるお方であるそのことも覚えたいと思います第一派の手紙の幸いなるその約束御心にかなって願いをするならそれはもうすでに私たちの手の中にあるのだすでに手にしているとわかるそこまで現実的に主は祈りを聞いておられる方であるそのことを確信しながらいつも祈りたいと思います かつ主が全能であることも私たは覚えて、本気で本気で主が全能であることを覚えて祈りたいなと思います。それはペテオの見遣いだと言ったのは、まあ例えばマタイの十八章の中にその幼子たちに絶対につまずかせないようにというその苦悩の中で主が天にいる彼らの見遣いたちは道徳の御子をいつも見ている。 という主のこのような言及からその一人一人に対して主を信じる者にいわゆる守護天使的な見つかりが使わされていてその歩みを助けてくださっているというまあ考え方がこのユダヤの地方にはありましたそのようにまあ信じられていたということです私たちもこの見つかが目に見えない存在ですけれども もし私たちの目を主が開いてくださるならばどれほど多くの密いが私の周りで陣を張り私を支えてくれているかということに驚くのではないかと思うのですあの芸ハジのように。私たちのその信仰これは目に見えない神に対する信頼ですそして主は目には見えませんけれども密いを使わして一時一時私たちを導くこともお出来になるお方である。 その見つかりの存在実在も私たちは確信しながら主は必要な助け導きを備えてくださるお方だということも覚えたいと思いますさてペテロがこの説明をした後17節の3行目のところでこのことをヤコブと兄弟たちに知らせてくださいと言ったそしてそこを出て他の場所へ行ったとこと書かれていますこのヤコブと兄弟たちこの時点で ヤコブはこの祈りの場所にはいなかったようですこのヤコブというのはあのもちろん殉教した使徒ヤコブではなくてイエス様の肉の弟ヤコブのことを指していますそのヤコブはこのエルサレム教会の中心人物となっていました使徒の十五章の中でエルサレム会議あの違法人の救いと活例の関係について使徒たちが集まったときに最終的な結論を 述べたのがその総括をしたのがこの主の兄弟ヤコブでしたエルサレム教会の中心的な存在となっていました使徒の21章の方ではエルサレム教会に対する違法人教会からの献金をパウロが教会に届けたときにまずヤコブを訪問していますそのようにして主の弟であるヤコブあのヤコブの手紙の著者でもある そのヤコブがこの教会の中心になっていたことがこのペテロの言葉からも知ることができます。さてこの後ペテロは別のところへ他の場所へ行ったと書かれていますけれどもペテロはアジア地方をあちらこちら巡回したのでしょうかあるいはペテロ第一の手紙ではその小アジアの教会に対するペテロの手紙が出てきますので。 いわゆる今のトルコ地方その小アジアの地方を巡回しあるいは戦況していったのか、えーまあ、いろいろなあのことが考えられますいずれにしてもこのエルサレムでは非常に激しい迫害が起きていた自らも殺害されそうになりこの、えー、見つかりの不思議な方法で導きによって解放されましたのでおそらくこのあとヘロデがまた自分を探しまうに違いない。ペテロは、 容易にそれを想像することがででできたでしょうですから他の場所へ移っていってていいますこのヘロデはこのペトロが見つからないということから一度ですねユダヤから退いてカイサリアという地方に下っていきましたさてこのカイサリアというところに移った後このヘロデに対する裁きが下っていきます。 このヘロでも本当に残忍さがよく現れているのが先ほどの18節中級節でした万兵たちはもうどうすることもできない状況でも見つかりがペテルを解放しましたからもう何が起こっているか万兵たちもわからない状況でしたしかし彼らがその監視を怠ったというようなまあ名目でしょうヘロでは彼らを処刑していったのです このような、えー、ヘロデの残忍さあるいは神ご自身がなさることには全く関心を寄せようとしないようなこの人物に対する裁きがこの後カイサリアで起こっていきます。最後の20節から25節をお読みします。さてヘロデはツロとシドンの人々に対してひどく腹を立てていた。そそこでその人々は揃って王を訪ね 王の自重ブラストに取り入って和解を願い出た彼らの地方は王の国から食料を得ていたからである定められた日にヘロデは往復をまとって王座につき彼らに向かって演説をした集まった回収は神の声だ人間の声ではないと叫び続けたすると即座に主の使いがヘロデを撃ったヘロデが神に栄光を着さなかったからである 彼は虫に食われて生き絶えた神の言葉はますます盛んになり広まっていったエルサレムのための奉仕を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたこのように書かれていますこのカイサリアにヘロデの王宮があったようですそこでヘロデは演説をしたのですそこにやってきていたのがツロとシドンの人々 彼らはその貿易関係の利害関係を持っていましたけれども、えー、ヘロデがまその人々を嫌って、えー、食料を輸出しようとしていなかったこの時点の何らかの理由でそれを禁止していたようです。まあ、このシド、えー、ツロとシドン地中海沿いのフェイキエ地方の町々ですけども、まあ、位置が分かるように地図も、えー、上げておきました。えー、そこの から人々が来てこのヘロデにま懇願するわけです。どうぞ食料を以前と同じようにお願いしますということだったのです。そして人々はまさにこのヘロデをま持ち上げたわけです。人間の声ではない神の声だというふうにですね人々はヘロデを称賛したのでした。しかしヘロデはこれが 自分自身のその立場というのは神によって与えられたものであるということを認めようとしませんでしたこのヘロデが一つの地域の支配権をいただいていたのが神から出たことであるということをヘロデは認めようとしなかったのです自分の力でということです。自分よりも上の主権者である神にには思いを向けずに 全く自分の努力自分分の才能自分自身の血筋さまざまなものが今の自分を築き上げているということを誇っていたのでしたこのヘロデがまさにそのようにして神に敵対するものとして自分自身を誇り続けていたところから神はこのヘロデを撃ったのです。彼の 父もまた祖父も皆何らかの形で神ご自身のその救いの見技イエス様ご自身やバフテスマのヨハネやさまざまな人々とのその関係を持ちながらそこでなされていたことをよく知っていたはずですしかしそこに全くその神の働きというのを認めようとしないその人間的な思いだけで生きていた 人物でありましたこのヘロデが神に栄光を着さなかったというところで打たれたという記事はヨセフスの「ユダヤ古代史」の中にも同様の記録が残っていますこの「使徒の働き」だけの記録ではありませんこの虫が、えー、虫に食われて生きたえたというのはの虫が ブーンと飛んできたかみたいにされたのではなくてまあ彼の内臓の方でですねその頂壁が破損してそして死んでいったという記録が残っていますこのようにして教会を迫害し使徒を殺害しまたペテロも殺害しようとしたそのような人物に対して主はその仕業に応じた報いを必ずされることが わかります私たちは今の時代が主の権威とそして主の働きに対して本当にそれを認めようとしないそれに敵対するあるいはあからさまでないにしてもさまざまな一見良さそうな方法でこの福音を否定しようとするあるいは人の罪を推し進めようとするそのようなさまざまなサタンの 働きを見ます本当にあからさまな教会に対する迫害主の働き人に対するその困難が起こることもありますしあるいは何か人道的なこうより良いものであるように見せながら実はその背後にあって福音を否定する神御自身の権威を否定するようなさまざまな働きを見ます。 まさに光の見つかいにも偽装するような、そのような働きが今まさに世界中で起こっているわけです。そのような時代に対して主は必ず報復をされる。私はそのことが御言葉の中にはっきりと書かれていることを知るときに、その復讐は主にお任せする。それを裁く権威は主にある。そのことを思いながら祈りつつ、 この時代を慎み深く歩みたいなと思います最後のポイントのところに主の権威と力は人の権威を遥かに勝るものである主に敵対する者の主は必ず裁かれる方であるそのことを記しておきましたいつも私はそのことを覚えながら主の権威を心から恐れてそれに委ねて歩みたいものだなと思います さて今日の箇所の一番最後の25節にバルナバト・サウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れて戻ってきたと書かれていますこのアンティオキア教会にバルナバト・サウロが戻る時にこの、えー、マルコを伴って戻っていった先ほど弟子たちが集まって祈っていたマリアの家それはこのヨハネ・マルコの家でした 多くの人々がその家に集まり祈りまた交わりそのような環境の中でおそらくこのヨハネ・マルコは育ちそして多くの人たちとの幸いな交わりを経験しながら成長してきた器であると考えることができます後にマルコの福音書を書くことになる彼は特にペテロとの交わりを通してそのイエス様ご自身のその交渉外について よく学び、よく聞き、そしてその主に従う器となっていく。それが、この人物のこれからの成長となっていくわけですが、この後、バルナマとサウロは、第一次伝道旅行に、このマルコを同行させて、主にある必要な訓練を与えていくことになります。そのようにして、ルカが繰り返し、この、えー、ヨハネ・マルコ、 の名前をここで言及しているのは次のまさに世界選挙、地の果てにまでの選挙の中で、このマルコが果たす役割を、ルカはあらかじめ触れることを通して、そこにも着目してほしいという願いがあるのではないでしょうか。そのようにして、若い器をパウロとバウナはさらに育てていく、そのような働きもここでなしていることが分かります。 その使わされていく教会に導かれて、そこでの訓練を受けて、そして使わされるべく、主にある幸いのツアーとされていく。私たちが訓練を受けるのは、世でも訓練を受けますけれども、教会において、どのように自分自身を捧げて、そしてお使いしていくか、それが私たちの訓練となっていくことは言うまでもありません。さて、次回からいよいよ13章。 パウロが中心となっていくこの人の働き後半の記録の方に入っていきます。そして、主にあるその選挙の働きが、ますます広げられていく、その時代へと入っていこうとしています。引き続き、御言葉にですね、教えられ続けていきたいなと思います。では、一言お祈りいたします。